こんにちは。こんにちは。小原田水久です。小原田博美です。イルカの時間です。基本の学校のね、クラス役員っていうかさ、役員会っていうのかな。それのまあ一応打ち上げか最後か。最後なんじゃないもう。な、うん。ご苦労様でしたっていう。そうだよね。まあ、何をやったんだか分かんないんだけどさすごいね、とりあえずね、卒業式に出れるっていうんでさ、でまあ手挙げてね、クラス役員やってすごいよね。ねえ、言われた先生にね、お父さんがやるなんてそんなの初めてですよっつって言われたけどさ、いいんじゃない。ねえ、初めて尽くしてずっと来てんだからさ。そうだよね、でもそういうのはあんまり得意じゃないんだけどね。何やっていいか本当分かんないんだよ。だから基本的に楽しそうだから手挙げるわけじゃん。もう卒業式見たいっていう、そう、それだけよ、ね、だから自分の娘の卒業式は当然みんな参加するけども、他の枠の時には出られないわけじゃん。そうそうそう。でもその卒業式 のビデオを見た時に、あなたはそれをどうしても見たかったわけでしょ。そう、ただそれだけだから。そう、独特のさ、もう本当にあの卒業式って普通校長先生がこうね、卒業証書、ね、を渡してというふうな 形だけど、あそこはね、あの担任がね、一人一人にね、言葉をかけて、でもらう方も言葉を返してというね、そういう卒業式なんだよ。でもともとさ、まあそれなりに、訳ありというかさ、不登校、うちの子はそうだけど不登校だったりとかさ、から自閉症だったりとか、そういう子たちが来てるわけだからさ、多いよね。で先生たちとまた交流もさ、また違うじゃん。で先生たちも本当に親身になって、一生懸命やってね、でまあ、そこはとにかくこう就職というか進路 100% 決めるっていうね、あのすごいこうそれはもうミッションとして持ってるわけよ。だからそれも大変なんだ先生たちは。大変だと思う。まあ、走り回ってさ探して受け入れ先を、まあ、親も大変だろうし、まあ、本人もまた大変だろうし、みんな本当大変な思いしながら3年間を過ごし、さらには、次のステップへ進んでいくというさ、まさにさあれなんだよね、卒業式 その原点みたいなものがさ、あるんじゃないかなって思ったわけよ、ね、なんとなくこう儀式として、セレモニーとしてスーッと過ぎ去っていくことが多いんだけどさ、そうじゃない、何かもっとこうぐっと胸にくるものがあるなというのを感じたわけよ。だそれでクラス役員は出れるっていうからさ思わずさ何をしていいか分かんないけど、とにかく手挙げたんだよね。すごいいいんじゃないの、そのあまりこうだなんていうの、打算とかじゃなくて、とにかく出たいんです、僕出たいんですっていうさ、そこが良かったんじゃないの。まあね、そういうね、ことから1年経ったけど、まああの文化祭の時にね、まあ途中からあなたがいろいろとヘルプしてくれたからさ。いや文化祭はね、あんた無理よ、役に立たんよ。そうだね、まあ、役に立たない立たないなりでな、あのいいんだろうけどさ、みんなそのガンガンやる人たちだからさ。いやでしょ、でもさ周りの人が一生懸命みんな働いてるところをさ、自分が何にもしないでボーッと立ってるの嫌でしょ。そうだね、そう、まあ段ボール片付けるとかさそんなことでさ、そう。でも随分とね、俺やらないことに慣れてきたよね。そうですよね。だって基本の時はさ、PTA 会長だったんだから、副会長以下が皆さん立派だったので、何もしなかったから、会議でも行ったんだよ、必ず行ってたよ。行って必ず会議行って、で最初にちょっと挨拶をする、ね、それだけだから。そうで、あとは一言も喋らないんだよ、ただ座ってるだけという、ね、で、行事があってもさ、行くだけだよ、なあ、そういうことやってたしさ、まあその方がスムーズに行くんだよね、下手に口出しするよりそう、どうなのか、そう、だ本当そうなんだ。あのね、自治会もやったじゃん、回ってきてさ、前のね、前の団地でね、あの時でも俺ね出るんだけどね、本当に分かんないで何を喋ってるのかみんな、いや日本語だから分かるんだよ単語とか、でもその意味が分かんない、一体何のこと喋ってんだろうって、だから何も喋れないじゃん、分かんないんだから、そうなん、俺ね会議っていうのはね、いろんな会議っていう、今もあんまり出ないけど、分かんないんだよねだからそれがすごいよね。だ意見求められたらさ、大体何かの議論してるんだけど、 A さんが言うことも B さんが言うことも俺なんとなくいいなと思うから、どっちもいいですねってしか答えられないの結局途中から私が行くようになるんで
いやだから本当ね、向いてないんだよそういうところには。なるほどね。うん、そう、私は向いてんだよね。そうだよね、やっぱり特性ってあるよね。そう、なんだろう、ね、いやコミュニケーションがね下手くそなのよ、うん、っていうのはね、うん、一方的に喋るのはいいの、うん、一方的に聞くのもいいの、うん、でもその、そう、何かこう伝え合うというかさ、うん、ね、議論したりとかさ、そういうのはダメなの、うんうんうん、そうでもないよ、まあ、でもそれはそれが前提があなたという人が分かっていてのあれかもしれないね。そう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 、例えばさ、よく不登校の子に多いのは、うん、同年代はダメなんだけども、うん、年上の人だったらこう、うん、うまく喋れるとかさ、そうだよね、それ多いな、うんうんうん、だから俺は聞いてる、まあ、インタビューする取材するじゃん、うんうん、それにハンハンって聞いてる、うん、ね、でまあ上手にこう引き出すと、すごい上手、その辺はその辺はすごい上手に引き出すと思うよ、その辺はできるんだ、うん、そう、その辺はできるんだよね、うん、うん、でもそこにこう例えばじゃあ自分の意見を言えるかったらあんまりないのよ自分の意見がなその自分の意見がないって言い切るのもすごいよね。あのね、うん、みんないいと思うの俺、ああ、うんうん、いろんな聞いて、うん、分かる分かる分かる、うん、そう、新しいわ、そうなんだ、うんうんうん、だから「ああいいですね」って「これもいいですね」って全然違うこと言ってね両方とも、うん、まあ、反対なこと言ってても、うん、両方ともいいと思うんだよ俺、うん、そういう性格なのすごいね、うん、でもその、ね、まあ、反対の意見をどういうふうにこうすり合わせて一つにするかっていうのが仕事だからね。そうそうそう、仕事っていうか会議とかさ、そうそう、一つの方向性決めるっていうのは、うん、でも難しいわな。だからさ、人に言わせるとさ、うん、小原さんに相談してもどうしようもないってだって、ね、何でもいいねだからって何でもそれでいいよって言われるから、うん、相談してもね、うんうん、ダメなんだって、うん、それが評判だよもっぱらのいいよね、いいよね、本当に。いやだからこれは何だったんだろうな、こういう風なね、うん、よく言えば懐が深、キャパが広いんだよ、だからあれもいい、うん、これもいいって全部いいという風に受け止めるだけのキャパがありますねっていうのが一つのいい、いい褒め言葉でしょ、うん、でしょ、そういうことなんでしょ、うんうん、そう、ある意味どちらとも、うん、そうそうそう、八方美人的なポリシーがないというか、八方美人的なというか、日和美的なというか、それでもう一ついいところは、うん、忘れるってことこれはピカイチだな、あこの間このこと言ったでしょってノート言って俺っていうふうなところがいっぱいあるわけよね、うんうん、だからまあこれはね、うん、若い時はねやっぱり頼りなかった、うん、そういう自分がね、うん、そういう自分がすごく頼りなかったし、うんうん、もっとはっきりビシッとさ会議でさ、うん、自分の意見をバシッと言ってさ、うん、かっこいいと思ったよね、うん、今俺これ好きだね、俺こういう自分の性格が皆さん奥さんがどれだけ苦労してるか分かりますか奥さん大変ですよみたいな、ね、そう言いたいよね。そうか、まあでもこういう性格いいな、うん、とは思ってんの今、うん、まあ、うん、いいんじゃない、そうやって自分のことさ、うん、割といいやつじゃんとかさ、うん、案外いい人じゃんって思えるって幸せなことだよ、うん、そうだよね。よくねスピリチュアルの世界では、うん、自分を愛しなさいと、うん、自分を愛さないとね、人を愛すことができないとかさ、うん、自分を許しなさい、うん、自分を許さないと人を許すことができませんって言われるわけよ、うん、そうすると一般的にその皆さんは苦しくなるわけ、うん、自分をどうしても好きになれない、うん、こんな私はダメなんだとかさ、逆に言うと、もしかして逆に自分を無理に、私のこと好きなんですみたいな、うん、本当って 100% 好きですみたいなさ、うん、こう無理してさ作り笑いして言うわけ、そうするとチャクラが完全にひねくれちゃうわけですよ。そうだね、うん、まあ、いいんじゃない、なんか分かんないけどこういうのいいんじゃんって言って自然体で言えるっていうのがそれ一番いいよ。そうそう、でさ、うん、何が正しいか分かんないんだから。もちろん、そうでしょ、もちろん、うん、自分が正しいわけでもなければ相手が正しいわけでもない、うん、ね、両方とも正しくないかもしれないし、両方とも正しいかもしれないって、うん、いうわけでしょ、うん、ね、うん、だからさあんまり自分の考えこだわる気もないしね、うん、うん、人にこう迎合する気もないし、だけど、うん、絶対譲れないものっていうかさ、うん、昨日もちょっとインド先生ですね来た若いお客様だったんだけども、うん、話したけど絶対譲れないもの、うん、これだけはっていうものは持ってないといけないわけよ。そうだよね、うん、いやきっとあるとは思うよ、うん、意識はしてないけどね、うん、それをまだ発揮する時期ではでか発揮する場面ではないから、うん、ってことでしょ、うんうん、そう、うん、まあ割とね、うん、いろんな緊急事態にね、うん、力発揮するタイプなのよ、うん、それはいいことじゃないの、うん、だから危機管理能力でしょ、うん、だから本当ね、例えば本当大地震が起こるとかさ、うん、大変な時ってさ、うん、結構俺活躍するかもしれないと思ってるわけよそうならないことを願ってるけど、いやそうならないほうがいいけどさ、うん、そういう時ってほら
水害の時にさ、あの時でもそれ活躍したんだもの。あの伊豆の島のね、懐かしい二十何年前のね。いや、小原さんいなかったら私たち本当にもう死んでましたって。そしてさ、そんな手紙もらったんだよ。本当ね、ああいうこともあるから、俺って意外なところに力あるんじゃないかなと思ったりするわけよ。そう。じゃあ、救世主となるように願ってるわ。うん。ね。だからそれでちょっと今、体鍛えてっから。それだと分かんないけど。さあ、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。